激闘の末、井伊直虎の腕輪は守られた。織田軍と謎の少年ナタは即時撤退を敢行する。さらに風魔小太郎が反乱軍に朗報をもたらす。新たな腕輪が見つかったと。真田幸村と菅銀平らは意気揚々とその地へと向かう。だが彼らの前に予想だにしない敵が立ちはだかるのだった。あれはオリュンポスの兵。まさかついにゼウスたちが本格的に侵攻を始めたのか。その辺は偵察済みです。あれを率いているのはアテナって人でした。確かお知り合いですよね。ああ、ゼウスの娘。オリュンポスでも屈指の力を持つ女神だ。そして腕輪を盗んだ私を追っている。では新たな腕輪、そしてペルセウス殿をお守りするのが私たちの任務ということですね。それともう一つ、趙雲、漢方とかって人をはじめ劉備様のお仲間があっちについてるみたいっす。そんな、兄上たちと趙雲殿が敵？なんだと？優しき仁君よ、仲間に腕輪を譲り戦いを避けるか。いや、それはできぬ。事情は分からぬが、今の私がなすべきことは信長と話すこと、そしてゼウスから皆を守ること。そのためには力の源である腕輪が必要だ。ここで引くわけにはいかぬ。立派な覚悟だ。ではこの先へどうぞ。ペルセウス、もはや逃げ隠れはできぬ。父ゼウスを裏切った罪の重さ思い知るがいい。これだけの軍勢を率い待ち構えているとは、神の本気がうかがえるな。ペルセウス殿、ご安心を。共に力を合わせれば勝てぬ戦などありません。腕輪のあるかはアテナが守っている。南北には蜀の将が陣取っている。手薄な中央を進めば戦いは避けられそうだが、彼らとの戦いを避けると見越した罠かもしれない。さらには中央は避けて進もう。本当に趙雲殿が敵に？この目で見てもまだ信じられない。兄上たちまで本当に戦わなきゃいけないのかな。では私が何とかしよう。君たちが無理をして戦う必要はない。引いてくれ。いえ、私も戦います。友を置いて逃げることなどできません。私が君、そのまま混沌へと誘う。裏切り者のペルセウスを仕留める。邪魔をする敵は誰であろうと切れ。承知した。兄上、銀兵、拙者の迷う観策マイル。観策、お前まで。まずいにゃ。このままじゃ挟み撃ちにされちまいますぞ。ここは軍を二手に分けよう。我らは南から進軍するぞ。兄上、どうして兄弟で戦わないといけないんですか。
言えない。それが約束だから。反抗よ、父にも話せぬと申すか。お母さん、本当に戦っちゃっていいの？だってすごく辛そうだし。辛くないと言えば嘘になる。だからこそ趙雲殿だけに背負わせるわけにはいかないんだ。そんな顔見てられないよ。父上、兄上、拙者の魔よ、皆が相手だったと私は。関作、お願いだ。訳があるなら話してくれ。関作、相手と目も合わせられずに勝てようものか。巻き込むわけにはいかない。先に腕を。 OKOK、 させるか。あなたこそ素晴らしいものの筆でいらっしゃる。超支流参る。拙者の魔よ、真田の戦、マイルのってガーズ、神の力、この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。神の力、俺は力が目覚めたか。全軍ここへ集え、腕輪を奪い返すのだ。どうしよう。敵が皆雪村殿のもとへ向かっている。このままでは雪村殿が危ない。拙者たちで食い止めれば。雪村様のもとへは行かせない。もののふのここに示さん。敵も味方も腕輪を奪い返す。餌に無駄アリンジオ、腕輪を吠え、そこへ来んと。面白い世界、そのまま混沌へと目覚める。私がなすすべもなく負けると。なんだか重い戦いだな。もし雪村様が家族と戦うことになったら、考えるのやめよう。私はただの忍び、黙ってお役目を果たすだけ。すごい、なんて強いんだ。お前、ノッ。でも、次こそ何か撃退したか。腕輪も獲得できました。ですが、勝利を喜ぶ気にはなれません。趙雲たちには深刻な事情があるんです。どうにかできないだろうか。ちょっといい？頼みがあるんだけど。あれ、あんたさっき敵にいた。お願い、関作たちを助けてあげて。無論私もそうしたいと思っている。やはり何か事情があるのだな。あのアテナって女神に龍禅様が捕まってるの。だから関作たちは仕方なく言うことを聞いてて、でもあ
な悲しい顔を見てられない。なんと我が子が。だから私はこっちに来たんだ。観察を助けてあげたいから。わかった。今すぐは難しいかもしれぬが、私としても彼らと戦い続けるのは胸が痛む。必ず何かしら手を打とう。よかった。そのためなら私もこれから何でも協力するんで。ああ、頼りにしている。悲しいこともあったが、仲間が増え腕輪も得られたことは良好だったな。あの腕輪に宿る力は軍神テュール、ルイユ、そして策にも長けた雪村殿にはぴったりだな。いえ、私などですが、戦力を増やせたことは何よりです。これからもなお一層奮戦しましょう。うん、うまくいったか。